こんにちは、児玉ガラス児玉です。唐突ですが、ガラスとガラスを接着する方法として一般的にはコーキング剤で接着することが多く、紫外線を当てて接着する UV 接着とその他両面テープで接着するという方法があります。今回はガラスとガラスの接着シリーズコーキング編ということで、ショーケースやショーウィンドウなどでガラスとガラスをコーキングで接着する方法およびその特徴についてご説明いたします。接着の方法についてはショーケースを想定して、こちらの台にガラスを90度に立てて付き合わせ部分をシリコンで接着したいと思います。ちなみに必要な道具はこちら。でまずガラスの位置を決めます。この中に、ガラスを、はめるんですけども、ガラスの位置を決めるのが仕上がりを決める上で一番重要なポイントになります。ガラスが、動かないようにきっちりと固定する。でまず高さの微調整をします。まずこの厚み2ミリのセッティングブロックを敷きます。大体こういう感じでガラスをここセットしていくんですけども、でこう合わせた時にここやね、ここポイント、ガラスが打つとこの高さが段違いになっているの でこの高さを調整するために、こういう2ミリのセッティングのゴムとか PP バンド、これがだいたい1枚 0.5 ミリになりますので、これで高さの微調整をしていきます。ぴったり合いましたね、高さがぴったり。上の部分はこのコーナークランプで、これでこう直角に保って、でこっちを緩めるとこれがこう移動させる、こう移動するの でここをガラスの端に合わせて締めると動かないと、端のところにぴったりと回る。でこれこっちを緩めると、この逆にこっちがこう動くので、でこの隙間をこうぴったりするときはぴったりで、今回はこのシリコンの隙間を3ミリに設定しますので、3ミリのそのゴムを挟んで、固定します。上から下まで3ミリでこう綺麗に通るようになります。下の隙間が狭くて上が広かったりすると、こっちをちょっと上げ気味にこうしないといけない。それで立て付けをちょっと調整しながら、であとは動かないようにそれぞれ固定していきます。じゃマスキングテープを貼ります。マスキングテープが歪んでしまうと仕上がりも汚くなるので、まっすぐに貼るようにしてください。まずは外側のマスキングテープを貼ります。これがガラス、こっちが前の、こっちのガラスがこれで、こっちのガラスがこれっていう時にテープの端をこの位置に貼るって、でこの角からこのテープの端までが、この角からこの端までが 0.5 で、これがテープがこの内側にピュッて入ってしまうと、こう後でシリコンがこう仕上がった時にめくる時にビヨーンとなってついてきてしまうの でこっち側も同じように、この角から 0.5mm、 角がベストやねんけど、角より中に入るよりかは外に出てた方が、仕上がり的には綺麗になるっていう。だからちょっとこう線が見えてるやろ、このこっちのガラスで見るとちょっとこの透明になってるとこが見えると思う。ガラスの面のところで貼るように。じゃあここはどうしたらいいねっていうところなんやけど、これはもうガラスの端から、これ基本は同じやねんけど、これちょうどガラスの端、今1枚貼ったのはここやね、ここもここから、0.5 ミリ、ここはね、で次ここを貼るときに、じ
ゃあどうしたらいいかっていうところなんだけど、このガラスの内側のライン、このガラスの内側のラインからこれもまた 0.5 のとこからこっち側に貼ると、ここが 0.5 で貼るともう仕上がりとしてはバッチリ綺麗なおシリコンになる。はい、まあそうやね、ここは結構重要なポイント。テープが貼りました。でこの時に、まあ、ちょっと小ガラスが動いてる可能性もあるので、まあ、隙間がちゃんと 3mm だと 3mm になっているか、 3mm、 ちょっとこう 3mm が緩くなってる、ちょっとこう緩い、下はちょっときついけど、はいはい、上がちょっと緩くなってるですね。ようであればちょっとこうもうちょっと当てて再度微調整すると、はいはい、ここにシリコンバーって入れた時に、はい、例えばこう空気が入ったりとか、なんかそのちょっとしたゴミが入ってたりする場合があるので、はいはい、それを確認するのにテープがこう巻き込まれてるとこう外から確認ができない、まあ、普通今まっすぐ貼るとこうテープがこう今こうビヨーンってなってる感じで、シリコンをここに、シリコンをここにこう充填するので、このシリコンがちゃんと入ってるかどうかっていうのを、まあ、こっちからこう確認しないといけない。ごめんね、これ目やね、もうちょっとこうしようかな。それでこのこっちが骨格にした時見えなくなるので、これがテープがこう巻き込まれてるとちょっとこのシリコンがちゃんと入ってるかどうかがこう確認できなくなるの で、 でこれをやめてこのまままっすぐビヨンとなったままにしておく必要があると。それがまあここになって、これがその状態で、続いてシリコンを充填します。まあ、見たら分からないけども、まあ、シリコン充填するときにこっちからこうやるよりかはこっちからこう入れた方がやりやすい。でこのシリコンを充填する前にシリコンナイフでちょっとこうしごきます。マスキングとガラスの間にシリコンがこう入ってしまうのを防ぐためにしごくようにしてください。でガラスとガラスを接着するときに基本的には透明のシリコンを使うことが多いんですけども、でこの KE420 というのが酢酸入りで乾くのが早いので、まあ、普段はいつもこれを使うようにしています。まあ、店舗の工事などで使う場合だと、まあ、夜の工事で朝にはオープンだとか、まあ、そういう場合にはもう早く乾くので、まあ、こちらの方を使うようにしています。こう入っているかどうかを確認して、充填していきます。これよくやりがちなのが空気軍ガンは握ることで出てくるので、ガンで押しすぎないように注意してください。はい、続いて、シリコンを切ります。まず1回サーッと切るように切るように、あともう一個ポイントとしてはこうやっていくときにこう途中でこう切らないこと、止まらないこと、止まるとここにちょっとこう切り跡が途中で止まってしまった場合はそのまたもう一度下から上まで一回で切る。で内側を切る場合もこっち側からこう切るとガラスシリコンを押さえてしまうので押さえるように切るんじゃなくてこのシリコンのに対して横から切るように、ナイフで切るように。ダウダウ言ってる間にもう乾いてしまうのでもうめくっていきます。こっち側は完成です。
外側から、まあ、シリコンを切るときはもう先が丸い、コーキングのヘラ、こっちがちょっとこうまっすぐ尖ってるのに対してこっち先が丸くなってる。違います、うん、丸いやつの方がこう外からこうやったときに、逆に内側はさっきのちょっとこう尖ったやつ、尖ったやつで横からこう切っていくと。この時もこうシリコンを充填していってるんだけども、上と下をきっちりと固定してるんで、この位置からこう動かないと。一回シュッとで、一回で切ると今ね、一回で切るように。これで完成です。いくら早く乾くといっても、まあ、5時間ぐらいはちょっと置いといてほしいかなって、まあ、でも一番しつこいのはでもシリコン、もう絶対取れへん。振動とかがあってもそのシリコンで吸収してくる、まあ、そのお店のショーウィンドウとかでこう L 型にこうガラスが立ってるやつとかは、まあ、こういうやり方して、まあ、施工されてるんで、まあ、こういうちょっとこのシリコンの際とかを、まあ、マジマジと見ると、あ、これうまいなとか、汚いなとかいうのが、まあ、ガラス屋だったら分かると。ガラス屋はみんなそこチェックしてるから、まあ、これでクレーム言うてくる人は絶対おらへん。完璧です。はい、ということで次回は UV 接着ということで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。